やるっきゃねえよな。ねえ聞いた？今日はミッドランドの王様も出陣するんだって。へえ、王様自らご出陣とは。ミッドランドもいよいよかねえ。でもそういう時こそ活躍の機会は多いってもんさ。それに鷹の段の名を売る好機でもある。王様の前で敵をぶっ飛ばせばいいんだろう。いつもと大して変わらんさ。ふそうだな。ガッツは分かりやすくていい。先人、任せられるな。ああ、任せとけ。お前は牽制だけでいい。あとは本体がやる。分かってるって。黒羊鉄槍重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ。なんたる弾だ。我が軍の将軍たちは何をしておるのだ。さあ大暴れさせてもらうぞ。いるなんて。鉄槍重装騎兵団相手に一気がけだと。飛んできやがれ。よかろう、踏み潰してくれるわ。
隊列を乱すな。敵はたかが一騎だぞ。隊長、待ってください。早く追いつかないとどやされちまう。見込みたいらしいとこお見せしやすぜ。私が戦場を動かす。行くぞ。切り込み隊に負けるんじゃないぞ。鷹野だ。白い鷹グリフィスが率いる傭兵だ。戦場の死神どもだ。
すごかったね、カッツ。さすが鷹の団の切り込み隊長。さあ、祝杯と参りましょう。お前らこそ悪かったな。俺一人で突っ走っちまって。ガッツ隊長、話がある。ちょっと顔を貸してくれないか、ガッツ隊長殿。お前どういうつもりだ。何が。とぼけるな。お前の任務は牽制だったはずだ。それを敵の真正面から一気がけだと。たまたまうまくいったからいいようなものの、貴様の勝手な行動が鷹の団全体を危険にさらすことだってありえるんだ。悪かったな、以後気をつける。いつもそうだ。そうやって口先だけ、そしてまた同じことを繰り返す。前と何も変わっちゃいない。お前はただ敵と剣を交えていればそれで満足なんだ。仲間のことなど少しも考えていない、ただの狂犬だ。もう一度、もう一度言ってみろ。二人ともその辺にしとけ。ガッツには俺からよく言っとく。グリフィスはあいつに甘すぎる。お前ら本当に仲悪いな。顔つき合わせて結構経つのに。考えてるさ。俺だって仲間のことは考えてる。もう昔の俺じゃない。思い出すな。戦場を渡り歩いていたお前を鷹の団に入団させることをかけた果たし合い、あの喧嘩は楽しかった。喧嘩っていうのはああいうのがいい。グリフィス、今日の戦すまなかったな。お前のそういうところも俺の策のうちさ。グリフィスが騎士の称号もらったんだって。連戦連勝、鷹の団の功績が認められたってことだな。称号だけじゃねえ、子爵になったんだ。これでしがない傭兵家業とはおさらばだぜ。そうだ、これからは正規軍となる。今までのようなそやな行動は許されんぞ。平民を貴族にするとは、傭兵など戦がなければ野党と変わりはせんのに。だが奴らの働きは侮れん。先の戦では先陣を任されたらしいぞ。キャスカもあいつのことが気に食わねえんだろ。やるってなら俺が手を貸すぜ。グリフィスが決めたことだ。我々がとやかく言うことじゃない。なんで透かしやがって。ガッツ筋がいいな。ナイフ投げるのだいぶ上達したんじゃないか。教えるやつがいいからな。だがやっぱ性に合わねえ、こういう小さいことは。らしいな。だけど一寸先は闇ってのがこの商売だろ。万一のために覚えて損はないって。それにしてもでっけえ町だよな。一体どんだけの人が住んでんだよ。ボートウィンダム、ミッドランドの王様のいる城塞都市だからね。城壁も見事なもんだよな。何重にも行き渡って、こりゃ他国に攻められても絶対落ちやしないぜ。